はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ、第5人国は4月の20日に新しいシーズン、シーズン26を迎えるんですが、このシーズンで新しく追加されるランク違法、こちらのエフェクトがなんとね、先ほど、公開されました。ということで皆さんとこの動画でね、一緒にそちらの方を見て、解説の方をしていきたいと思いますので、よかったら動画の最後まで見ていってください。ではまずはこちらをご覧ください。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここからね、解説の方を入れていきたいと思います。新しいシーズンはですね、このような形で、SSR 携帯品に、教授の、怒ったフグ、そして野人の、こちら、振り見切り信号、この2つがね、追加されます。そして UR 携帯品に、浪人業者の対決という、携帯品があるんですが、まず1つ目がこちら、SSR 携帯品の教授、怒ったフグですね。この携帯品を出しますと、こんな感じでですね、この、まあ、鱗が、地面に出るんですが、その鱗にこのような泡がね、追加されてます。いや、可愛いね、めちゃくちゃね。うん。ちょっと海の感じがしてていいですね。そして、こちら、教授が鱗を発動すると、このような形で、泡のようなフィールド、泡の日の、ようなね、バリアが、生成されます。いや、これもまたいいね。うん。いや、素晴らしい。こちらがですね、まあ、教授の携帯品ということで、教授はですね、今回が初めての SSR 以上の、この、携帯品が初めてになりますのでね、いや、効果のある、初の携帯品となります。こんな感じですね。うん。そして普通に歩いてるとき、この、鱗が、まだ残ってるよという状態も、若干泡のようなエフェクトが、出てるのがわかりますね。はい、表示がこんな感じです。で、こちらが、浪人業種なんですけど、ちょっと浪人業種 UR 携帯品なんで、ちょっと先に SSR の方行きましょう。で、次の SSR 携帯品がこちら、野人の踏切信号ですね。これもね、まためちゃくちゃ可愛いんだよね、これが。はい、まず、こちら。このイノシを使って、このミイラ用血能力ですね。イノシを使ってミイラ用血と、このイノシにこのようなね、この、汽車、汽車のようなエフェクトが出ます。これいいね、煙も出てるのがまたいいね。うん。で、こちら、このイノシに乗って、ハンターに向かって、まあ、突進とかして、あ、まあ、ハンターから逃げたり、粘着をするときに突進すると思うんですが、突進をするときにこのような、もう汽車のね、エフェクトがガンガン出ます。うん、これも、これが最高ですよ。めちゃくちゃ良くない？本当にもう今回の携帯品もさ、そうだけど、まあ、SSR の時点で、このクオリティですからね。本当に素晴らしい。こちらが野人の SSR 携帯品となっております。ついで最後ですね、こちら UR 携帯品、ついに来ました。こちら UR 携帯品なんですが、浪人業者の対決という携帯品で、これがですね、浪人業者の立つローの色がめちゃくちゃ変わります。普段はね、白色のローの色なんですけど、これがもうね、こんな感じで、すごい鮮やかなね、青色にね、変化します。で、ローで固めると、この、ローのね、壁というか、封鎖されるところもめちゃくちゃ青色になり、そしてサバイバーに当てる時の色もね、こんな感じで、すごく鮮やかなね、これ氷のエフェクトかな、氷の結晶のようなエフェクトが追加されております。で、そして、ロー、固まったローをね、発射するときもこんな感じ。うおー、これすごい。このロー、破片かな、ローの破片が空中で浮いてますね。うおー、すごい。めちゃくちゃいいな、これ。いや、いい。さすが UR 系ね。そして、こちら。なんと、このね、素晴らしい携帯のエフェクトだけでなくて、今回こちらの携帯をつけると、風船のモーションが変化します。これね、こんな感じで風船ではなく、抱っこですね。これ、なんて、お姫様抱っこではないのかな？ギリお姫、いや、でも、お姫様抱っこじゃないこれ。これ、お姫様抱っこっていいのかな？いや、そんな感じするけど、ちょっと可愛い、可愛い、サバイバーがちょっと恥ずかしがってる。サバイバーちょっと恥ずかしがってる。いや、可愛い。恥ずかしい。頭痛いってなんていうのかな？いや、だけど、どっちにせよめちゃくちゃいい。いや、すごー。もう、ただでさえエフェクトがね、派手で豪華なのに、これだけじゃなくて、いや、この、いや、いいね。
この持ち上げでモーションが変わるということで、本当に最高の UR 携帯品が来ましたね。うん。で、実際に使うとこんな感じという、もうすごい強い。このヤンシンさんうまいな。うん。いやいや、で、暗号機も固まると、こんな感じで、同じく、氷ももう、氷で固まっちゃったみたいになりますね。うん。で、浪人業者もね、今回、この、UR 携帯印が、初のね、携帯印となってます。はい。で、こちらが初の携帯印で、このクオリティなんで、本当にね、まあ、浪人業者使いの方はね、もうめちゃくちゃ大満足ではないでしょうか。うん。僕的にも本当に素晴らしい携帯だと思います。で、こっちょっとこちら紹介し損ねたんですけど、こちら、存在感マックスの時のね、熱いローのバージョンですね。その時はローの色は、白で変わらないんだけど、よく見ると、このようなね、エフェクトが追加されていますということで、すべてに関して最高の携帯になっております。ということで、こちらがですね、新しいシーズン、シーズン26で、追加というランク以降の、紹介でした。まあ、ぜひ皆さんね、来シーズン、もうちょっとで始まりますので、いっぱい対語進学プレイして、ランクマッチ1日3回ね、プレイして、ぜひこちらのランク以降、たくさん早めにゲットしてみてください。ということで皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。